まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。8番の粘膜下神経層って読みます。お願いします。そうだな。なんか多分、このルーム初心者と結構やり手の人が結構分かりやすく分かれてるのかなって感じしてます。初心者さんは頑張ってくださいとしか言えないですね。で、あと関係ない話なんですが、私さっきまでルームマスター4回やってて、説明の時とかずっと左のボタンを押してたので、指紋が左のところに丸くついてて、なんかルームマスターやりすぎだなって思いました。で、あれ、これたくまさん沼だって草生やすのありでしたっけ？あれ？ももちゃん村は OK だよね。そうだな。2周目はちゃんとした考察落とします。9番のプレイヤーは発言してください。皆さんおはようございます。占い師です。1番さん白でした。1番さん白です。今日は私と1番さん以外から狼を見つけて釣っていきたいと思います。8番さん、粘膜下神経層はマイナス神経層ということでよろしいですか？そうですね、8番さんの指紋ペラペラしたいです。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。キバさん、白出しありがとうございます。そうだな、8番さんが言ったように結構、まあ、初心者さんと やり込んでる人綺麗に分かれちゃってる感じなので、そうですね、考察がもし難しければ自分視線がどこが怪しいぐらいはちゃんと言ってもらいたいですね。じゃないと吊るされ息に持ってかれちゃうので。あとそうだな、でもこの後のメンツで潜伏するとしたら3、7ぐらいか、太鼓出ない場合は。っていう風に思ってますが、そうだな、8番さん色落ちてなくて、あと初心者さんのためにハンターの場合は発砲ボタン絶対押してくださいね。発砲するにしても発砲しないにしても。あとは偶数の場合は、奇数の場合は発砲しないでほしい。2番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。これ初め1回目のやつなんで、何言ったらいいかわからないので黙っときます。3番のプレイヤーは発言してください。はい、8番さんは最初だからちょっと怪しいかもしれないけど、ちょっとまだ分かりません。2周目のちょっと考察で怪しかったらちょっと言いたいかなって思ってます。9番さんは一応占いで1白把握です。1番さんは結構初心者にもアドバイスをしてたんで、結構白いかなと思ってます。なんで9番さんの指名はかなり上がってますね。
2番さんは初心者なのかな？ちょっとまだわかんない。初心者の人は本当わかんない。ただ2番さんもし、裏陣営なら、誰が怪しい、誰が白いっていうのを2周目で聞かせてほしい。それが伸びないと結構釣り位置にはなっちゃうと思う。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。対抗します。私、裏返しでございます。5番さんは鳴って、白出ました。マイル陣営でした。でもね、ちょっとね、まあ、対抗してしまったんで、まあ、陣列見えちゃったらちょっとやばいんで、できれば、僕と9番さん、1番、5番さん、釣らない方向で行きたいなと思っています。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。9番さんと4番さんが占い仕様で、1番さんと私に型代を把握しました。で、占いはまだちょっとフラットで見ているんですけども、4番さんがちょっと音がビリビリしててよく聞こえなかったんですが、グレーラン希望でいいんですかね。多分流れ的にそうだと思うんですけども、特に8番さんは最初だったので色落ちてない印象です。で、2番さんは初めての人狼なので、まあ、しょうがないかなっていうところです。で、3番さんは占いのところに触れて、1番さん、まあ、白目アドバイスされたので白目っていう印象、っていう意見に私もちょっと納得しています。ただちょっと4番さん占いで出てるので、今はフラットで見ます。2周目また考察頑張ります。6番のプレイヤーは発言してねください。え、私は CEO なくて、ちょっと3番さんがちょっと怖くて、なんか3番さんと当たった人と人狼やったんですけど、なんかもはや人狼ではない、なんか心理ゲーム的になるようになってるっていうふうに聞いて、ちょっと怖いなって思ってたので、ちょっと3番さん、ちょっとなんかその黒目とかじゃなくて早く釣りたいなって思ってます。で、2番さんはなんか0勝0敗だから初心者なのかなって思ってて、まあ初心者は仕方ないのかなって思ってます。で、まあ94はフラットで見たいんですけど、4番さんが9番さんに殴ってなかったので、4番さん新目、でもまあ一応フラットで見てます。8番さんの色は落ちてません。で、5番さんはちょっと3番さんにしか白目がなくて、殴ってなかったので、ちょっと、7番のプレイヤーは発言してくはだい、おさはい。ようございます。そうですね、まあ、8番さんは、まあ、初順の1番目なんで、まあ、色は落ちないです。で、まあ、9番さんが占い仕様と変態仕様把握です。まあ、1番さん、まあ、それは狼でも、村でも言えるのかなって思いました。だから、ちょっと1、3ラインが見えたり、あと2番さんが、まあ初心者だから発言伸びなかったんですが、まあそれになんか、もし村人なら、怪しいとこ言ってとか言って、ちょっとかばってる感じが3人ラインが見えたりっていう、まあ3番さんからいろんなラインが見えたなっていう感じですかね。まあ6、3はないんですね、きっと。まあ占いの真偽はまだ正直わかんないです。グレーのとこをしっかり聞いていきたいなと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、もしもし、こんにちは。9番さん、4番さん、占いで、どっちも白で、まだ私も真偽ついてないです。で、1番さんは、初心者でも、誰々が怪しいとだけは言ってくださいって言ったそばから2番さんが何も言ってなくて、その、ね、同じ初心者の4、5、6は比較的、まあ、発言初心者の割にはしてくれたかなと思ってます。で、なんですが、6番さんがちょっとなんだろう、めちゃくちゃカミカミだったのが気になるかなっていう点と、3番さん、高間さん、まあ、確かに、
たくまさんのターンまで9枚1番、占いと占い先と2番の初心者さんに叩くところ私しかなかったと思うんだけど、なんだろう、あ、しょうがないのか。で、まあ、しょうがない、しょうがないな。私は叩くのも納得できます。はい。で、あ、ちょっと待って、あ、時間が、コインないんですよね。9番のプレイヤーは、発言してください。まずは3番さんの発言が少しおかしいなと思いました。1番さんは確かに白確定ですが、1番さんの発言の、初心者に教える系の発言は、そうですね、狼でもできること、することができる発言だと思います。なのにそれを根拠に1番さんを白っぽいと言った3番さんは、1番さんにすり寄っている狼なのではないかと素直に怪しんでいます。そして次に怪しい発言をしたのは6番さんです。6番さんは3番さんが、黒でも白でもとりあえず釣りたいと言いました。村人なら白は絶対釣りたくないはずです。そんな発言は絶対村人ならしません。そうですね。時点で6万さんと言いましたが、やはり6万さんの方が怪しいです。私はとても6万さんは今日は釣りたい。そして2番さんですが、1番さんが、黒目を上げなきゃ狼と見られるような発言をした上で、2番さんは黒目を上げなかった。まあ、上げれなかったという考え方もできますが、上げなかったので2番さんは白目見ています。以上です。1番。のプレイヤーは発言してください。ね、ですね。まあ、ちょっと2番さんはまあ殴るところも、ないと思います。初心者で多分891で喋ったところで多分雑殴りをしようがないと思うんで、まあ、ちょっと次の発言に期待するっていう感じですが、演じしますね。で、3番さん、まあ、これは確かに僕は別にまあ、LINE つなぐっていうか、LINE ここであえて切りますが、でも別に、黒くもない。まあ、完全なるグレーですね、3番さんは。うん、ただし、僕はどっちかっていうと気になったのが、5番さんが意外と考察してるようで、まあ、発言があんまり伸びてなくて、3番さんと同じ意見だったんですよね。結構同調気味。1番さんが白く見えたっていうのがね。気になったのと、別に5番が黒目とは言ってないですよ。で、6番さん、声震えてるし、カミカミだし、で、たくまさんがもし白陣営だったら、釣られたら結構しょうもないんですよ、この村。なので、6番さん、ちょっと釣り1になっちゃうかな。2、5、6って考えて、釣り誘導とか言われないように、僕はこの、1人には絞らないんですけど、で、7番さん、結構殴って、ライン考察もしてくれてるし、殴ってるから、僕は、ちゃんと、初日の釣り石じゃないかなと思ってます。八幡さん、ちょっと、すいません、ちょっと、聞き取れないです。あんまり。地声かもしれないですが、なので、八幡な、っていう感じで、2番さん、頑張って。2番のプレイヤーは、発言してください。あ、こんにちは。何喋ったらいいか分からんすけど、6番が怪しいと思ってます。で、6番から刺された3番がちょっと白目で見てます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、今ちょっと怪しんでるのは6番さんと8番さん。理由は6番さん結構声が震えてたんで、あまりうまく喋れなかった、緊張してる人狼の線で、あと粘膜さんはちょっと白位置と黒位置をあんまり上げなかった印象で、ももちゃんは1番さん白に片白なのにそこを殴ってることから、狼なら多分できないと思ってるから、ももちゃんは結構白く見てる。で、2番さんも初日ちょっと釣り位置に入ると思ったんだけど、自分を白く見てるってことは狼はあんまりないなってちょっと思ってるから、俺は6、8のどっちかに入れようかなと思ってます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。これどうなんだろうな。6番さんは声震えてたっていうか、カミカミだったんで、初心者なのかな、わかんないけど、まあでもね、情報少ない位置なんで、やっぱり3番さんと同じ6、8が怪しいのかな。ちょっと理由はちょっと、まあちょっと僕初めてというか、ほぼ初心なのわかんないですけども、
今日は6釣りかなと思っております。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、2周目ですね。なんか皆さんに便乗するみたいで嫌なんですけども、私も6番さんの話し方ちょっと気になりました。あと発言では3番さんのことは雑なぐりなのかなっていうふうに思ってます。で、6番さんの発言で気になったのが、4番さん占い師をしたのに9殴ってないから4番さん新芽っていうふうにおっしゃってたんですけども、なんか私それ聞いた時には逆かなって思って、4番さん新たらもうちょっと9番さんに性、まあ、当たり前だから言わなかったのかもしれないんですけども、言ってもよかったのかなっていう印象です。ただちょっと、まあ、今日占いの話は必要ないので、入れるとしたら、あ、でもこれは言わないです。で、2、3はお互いに白く見てるっていうことを把握しました。あと9番さんも2が白目ですね。今日はちょっともうちょっと考え、6番のプレイヤーは発言してください。です。これを、言った踏まえ、言ったことを踏まえて釣り位置を決めてほしいです。カミカミなのはちょっと元々なのですいません。自分的には6が黒って便乗した、3、4、5とか結構怪しいですね。で、2、3のラインも見えるし、3、8のラインは見えません。8番さんはちょっと私が黒いとしか言ってなかったので、ちょっと考察があんまりできてないなって思ってて、5番さんの言ったなんか 6番がその4と9なら 4新芽って言ってたんですけど、私は4新芽とは言ってなくて9新芽で、どっちフラットで見たいけど、まあ、若干9の方が新芽っていうだけです。もう一回言います。私はハンターです。それを踏まえた上で釣り先を決めてください。7番のプレイヤーは発言してください。追加しちゃった。ハンターなんですね。はい、ハンター把握しました。マジか。そしたら、まあ、9番さんが3番さんを叩いてるところで、1、3狼はないのかなと思いました。9が強靭なら3を白目に見ると思うんですよね。というところで、ちょっと9の方が真に見える。4番さんも6釣りかなみたいな。なんか6釣りに抵抗あるのかなみたいな。だからやっぱりちょっと強靭に見えます。4番強靭球心に見えてますね今は。で、まあ 2,3 ラインは結構くっきり見えてきたっていう感じなんで、まあ、まだわかんない、まだわかんないと思ってる。で、まあ8番さんがね、考察少ないのは仕方ないのかなと思ってるんですよね。1番目だからみんなの1周分しか聞けてないから。でも怪しかったの、6がめちゃめちゃ声震えてたの、私も時間なくて言えませんでしたが、気になっていたので、まあでも6ハンターってなると、やっぱ8、5あたりかなって思っちゃうかな。まあ5は便乗だし、8はまあその考察少ないってなっちゃうので、でまあ、別に2、3も消したわけじゃないです。個人的にはまだ疑ってはいます。そうだな。まあ、やっぱ4、行人、求心だと思うなってところかな。まあ、そうですね。とりあえず6番さんがハンターだということで、8、2、3? あ、グレーなら8、2、3か。5番さん入れられないな。片白だから。8、2、3から入れようと思います。私もか。まあ、私は別にいいか。8、2、3から入れます。投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。か、一発目で釣られた。市民です。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。8番村人陣営でした。そうですね、6番さんにヘッドがかなり集まってしまって、私の発言から6番さんがハンターとして使用したわけですが、6番さんが白確定だったので、6番さん怪しいという私の発言に便乗している中に狼がいるのではないかと考え、3番さんを占いました。あと3番さんの投票理由が、投票理由というか、3番さんは2番さんを白く見ていたにもかかわらず2番さんに投票したという理由からも3番さんが怪しいとも占いましたが、村人陣営でした。そうですね、 3番さんが村人陣営だったので、7番さんとのラインは村人のラインだったのではないかと考え、私は今日5番か8番どちらかをついたいです。4番さんはおそらく狂人かなと思います。狼だったら怖いですが、以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ありがとうございます。そうですね、いや3番を占うのこれ結構ナイスなんですよ。2番がもし人狼だったら、僕の中でもう2番と LINE つながってる、一応疑ってる人たちが全員LINE 気に入ってるように見えたんですよね、投票結果見て。なので、もう普通にやっぱ358が一番怪しくて、僕の中で。で3番白なら、まあもう9番が白軸として考えて、なるともう5、8また8入れたのが749。これ58ありえますね、全然。なので、もう完全に僕はもうここを追っちゃってますね。四五六になっちゃうかもしんないんですが、ちょっと4番さんの占い結果も気になるし、ちゃんと理由もつけてくださいね。なんで占ったか。理由と、そうですね、昨日2番さん、僕の投票理由。6番さん、する気ままになったんですけど、正直僕の中で。ただし、ハンターしようということで、タコマンさんが黒だった場合、その時はね、黒だった場合が、その誘導に、任されたくなかったので、確かに八幡さんふわふわしてますが、まあ、別にする位置じゃないかなと思ってて、確かにその次に考えて、やっぱ考察がいまいち伸びない2番さんにしちゃいました。でこの後の人たちも投票の理由もちゃんと述べてほしいです。今日はもう58で僕は考えます。たくまさんどうぞ。3番のプレイヤーは発言してください。してください。はい。自分もナギさんと同じで、ちょっと5番さんと8番さんを怪しんでます。ももちゃんも若干怪しんでるかな、ちょっとわかんないけど、昨日はちょっと白かった。ただ、5、8、どっちかに人狼はいると思ってる。まあ、とりあえず4番さんの結果も聞いて判断したいかなと思ってます。以上です。4番。のプレイヤーは発言してください。はい、8番を占って、黒人狼陣営と出ましたので、今回は8番釣りですね。9番と迷ったんですけども、ちょっとね、3番さんが一挙し8番と6番をちょっとこう釣るというか見えてるって言った時に、6番さんがハンターって出て、8番さんわからないって状況になったんで、8番をやって、人狼陣営って言いました。で、5番さんは、本当に、真の白です。村人です。そこはもう信じてください。お願いします。5番のプレイヤーは、発言してください。発言してください。はい、おはようございます。9番さんが3番さんに白で、4番さんが8番さんに黒出し把握しました。1番さんと3番さんが、私5番と、あと8番さんを疑っているんですけども、考察が、すいません、伸ばせなかったからなんでしょうか。そこの理由が2人ともあんまり、聞きそびれてるのかな、落としてるのかな、なんか、上げてないような感じがしたので、ちょっとそこを、もうちょっと聞きたかったかなっていう印象です。私昨日6番に入れようと思ってたんですが、やっぱりハンターだったので、で、2、3がお互いに白く見てるっていう点が気になって、
まあ、初心者であんまり発言伸びないかなっていう印象で2番さんに投票は入れました。正直8番さん黒出てますけど、私から見てちょっとわからないです。8番さんの色はすいません。6番のプレイヤーは発言してください。投票した理由は、2、3ラインが見えてからですね。全2は初心者なので、3に入れました。で、ちょっと感じたのが1、3ラインも見えますね。3と1番の言ってることはほぼ同じです。まあ、1つ目は少し違うんですけど、投票先も一緒だし、1、3ライン見えますね。で、4番が真なら、8とライン。でも5は白だから、って感じですね。なので、今日8番に、いや、でも1、3ラインも捨てきれないというか、3番さんが1番さんに結構同情してて、ちょっと、怪しいなって思いました。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。まあ私もたくまさんが2、白く見てるって言った割に2入れたとこから、まああえてライン切りに来たと思って、まあでも9番さんが一応白出しだからね。でここで4番さんが8に黒出すんだよな。4もし強靭なら8黒って言わない気がする。8号叩いてる流れができてたから8白って言うと思うんだよね。そこでもうそうなるとちょっと4真に見えてきちゃうとこもある。で、たくまさんが私のことも少し疑ってるって言ってて、でも昨日はちょっと白かったって言って、なんかもう理由がなくて、よくわかんない。で、たくまさん、そう2に入れてたから、これ3、8ラインあるんじゃないかとか思ったり、まあ今日8、5、8って言ってたけど、8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。4番さんが私に黒出ししてきて、で、狩人を信用したいところなんだけど、こういう時に限って村人陣営で、なんだろう。私の村アピすごい苦手なんだけど、私がもし狼なら、これ今日9番さんから始まったじゃないですか。普通の狼だったら、この最後の時点で、狩人出れないから、狩人信用するはずなんですよ、私の狼ならば。それで、多分、本当の狩人さんだけが、2番さんが狩人とかじゃない限り、私に投票してきてバレるっていう感じの流れ、バレるかわかんないけど、その人かもみたいな感じの流れだと思うんですけど、私は普通に村人なので、それ、狩人でもないし、使用できないです。で、昨日にした理由は、まあ、グレー、2、3、8、7で、の中に、投票を考えるんですが、7番さんは比較的、まあ、村かなと思って勝手に村置きしまして、あとの2、3なんですが、3番さんは正直、占い地だと思いました。釣り地よりも占い地。影響力を及ぼしてくれる、3番さんは占い地だと思ってきて、今日9番さんが占ってくれたんですが、で、初期法的に2番さんに投票しました。で、私、4番さんが私に黒出しする前まで、9番さん怪しいと思ってて、その理由は9番さんが私に昨日投票してた割に3番さん占ってるから、ちょっと矛盾してるのかなって思ったんですが、4番さんが私に黒出ししてきたので、で、4番さんが偽って分かって、私正直今4番さんの占い先であった5番さん、全く意見を落としてないので、もう5番さんしか釣るとこないかな、全体的に俯瞰して、はい。投票を始めてください。8番のプレイヤーが選ばれました。8番のプレイヤーは発言してください。やっぱ村目取れなかったか。しょうがないか。黒出されたし。
9発が5に入れてんの？そうだよね。多分9番さんだけが4番に設定わかるから、入れてくれてるんだろうと思うけど、なんだろう、ゆくりつはカリブ出た方がいいのかな？まだ出ない方がいいのかな？でも、消去法的に57しか狼ないんですよ、私目線。で、2番さんに連れてたら、まあ、5かなと思ってます。まあ、2ウルフいたら57ですかね。なんか負けそうな気がする。すいません。ミスリードしたら申し訳ないです。はい。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは1番。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、ちょっと占い結果聞けないのが悪いんだけど、俺ちょっと5、8怪しんでたんで、8番さん狼あるなと思って入れました。とりあえず、これ PP 来てんのかな。もし8番で狼連れてるなら PP は来てないと思ってます。とりあえず占い結果聞いて投票先決めたいと思ってます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、私、今回は9番を読みました。9番は村人陣営でしたね。ということなんで、今把握しているのであれば、9、5、6、白で、3番さんも白っぽいですね。7番もし、あ、どうなんだろう。多分3か7に、人狼がいるっぽいんですよね。でもね、どうしようかなってちょっと思ってます。皆様の、状況に応じて投票します。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。私、昨日は8番さんに入れました。ただ表を見ると私に入ってるのが9、8で、2番さんが黒じゃなかったら、黒側が今3いることになっていて、9、8がもし本当に黒だったらもう一人私に入れてるんじゃないかな。そんな露骨なことしないようにしてるのかわからないんですけど、なのでちょっと、4番さん9番さんに白出しですよね。っていう感じです。で、7番さん、私村に目に見てたんですけども、9、3ラインないっていう風に言い切っていて、ただもし973で狼だったらちょっと怖いです。6番のプレイヤーは発言してください。投票したのが分かんなくて、9番さん目線、8番さんが人狼という場合も一応ありえるのに、どうして5番さんに投票したのか分かりません。よって、9番さんちょっと心身が下がってます。自分的には3、ちょっと4番さんが9番さんを占ったのも分かんないんですけど、4番さん指名で見ていきたいなって思ってる。自分的には3番さんは結構ちょっと3、8ラインもあるんじゃないかなって思ってます。でも1番さん噛まれて、でも1番さんの意見として、こう
5黒目6黒目、そして58ラインって言ったのでも58ラインなのかな。7番さんはちょっとよくわかりません。7番のプレイヤーは発言してください。ねえ、これ58ラインあるの？9も8も5に入れてんだよね。で、6番さんが言ったけど、その通りで、9番さん目線、8番さんって全然狼ありえるから、やっぱそこをね、5に入れたあたり、ちょっとね、強靭に見えるけど、4番さんが今日9占ったのもちょっと、なぁ、強靭に見えるよ。真偽全然わかんない。もう正直わかんないです。占いの真偽も、なんかどっちも怪しいとこあるし、どっちも真っぽいとこあるし、みたいな。いや、ちょっと待ってね。で、まあ、5番さんが7、3狼なら怖いですって言ってたけど、私ずっと3叩いてるんだよね。で、7、3狼だったら3番さんがもうすでに、PP 発言してるよ。いやー、ちょっと待って、これもう、いや、占い決め打ちする場面かな、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。延長できたんだけど。いや、なんか、8番さんが最後になんか、もし私が狼なら狩人使用するって言ってたけど、しないと思うんだよね、普通に。私が狼ならしないもん。だって翌日本物の狩りにバレて結局釣られる流れになるわけでしょ。だから、しないと思うっていうところで8番黒は全然あり得ると思ってて、4が確実に5を囲って、囲ったからもう一人は逃してもいいかっていう、あれで8を黒って打ったんなら、まあ納得はいく。これどうする？いや、わかんないな。初日のカレードグッジョブは1で起こってんの？9番のプレイヤーは発言してください。でした。5番さん黒ですよ。皆さん5番さん黒ですよ。そうですね。私が昨日8番さんに言えなかった理由は、8番さんの、狼だったら狩人を使用する説が、とても村っぽく見えた、村っぽく見えたというか、その説に納得してしまった。プラス、4番さんに狼の可能性を見たからです。昨日の時点、私は5番さん、8番さんを怪しんでいました。そうですね。そこに4番さんが8番さんに黒出し、こう自信満々に黒出し、黒が、8番さん、狼の疑いがあった8番さんに黒が出せるのは、4番さんが狼で、4番、5番、狼で、8番さんを釣ることにより村人を減らそうとしているからと考えたからです。そうですね。結果、今日の噛み方というか、私と4番さん構えていないんですよ。これ、占いに狼が出ていると見るのが妥当じゃないですか。村人の皆さん、今日は5番さんお願いします。投票を始めてください。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。やられちゃいましたね。私村人でした、ただの。はい。4番さん新目に見てます。9番さん私黒じゃないので嘘ついてますね。でもあとっていうことは8番さん黒なので8、9が黒でも狂人いるんですよねこの村。で7番さんは私白に見てますので3か9で見てます。で9は偽なので、ただもうこれ1は連れてるから、ただ22になっちゃうので、カリさんいたら出て来ていいと思います。で守り先言っていいと思います。守り先が死んじゃってたとしても言っていいと思います。村の皆さんすいません、お願いします。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜死んだのは4番。6番のプレイヤーは発言してください。ああ、今日で、オオカミ釣らないと負けるのか。7番さんも結構私に同調気味だったし、3番さんも5、8ラインで外れてるし、9番さんは人狼説もあるのか。あ、そういうか、4番さん目線、9番さん強靭なのか。ちょっと難しいですね。ちょっとみんなの意見は聞いて、まあ、6だけ白確定なんで、みんなの意見を聞いて決めようと思います。あと、狩人さんいたら出てきてほしいです。7番のプレイヤーは発言してください。私、狩人じゃないです。これ、93で PP じゃないですか?3 狼、9強人?これ、PP じゃない?やっぱ先に占い対処しといた方が良かったのかな。PP だよね、これ。PP じゃなかったら。いや、PP じゃない。4噛まれて、でも9強靭でしょ?そしたらだって、4シーンなら。負けたって感じ?いや、もう、負けかな、これ。負けじゃない?9番のプレイヤーは発言してください。PP ではないです。私が真の占い師だからです。7番さん、黒でした。7番さん、こんなこと言ってますけど、真っ黒崎です。そうですね、7番さんの黒要素を挙げるとしたら、昨日58のラインあるかなと言って、5番さんはカバーに行ったことですね。はい、そうですね。そうだな。あと、私の新要素、4番さんが私が黒と言ったというか、私が狼だと読んだのに構えてしまっているので、私の新要素は今挙げれませんが、7番さんの黒要素を挙げれます。皆さん7番さんに投票お願いいたします。村人陣営の勝ちです。7番さんに投票お願いします。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、9番さんありがとうございます。かっこいい。初日グッジョブは7番さん、ももちゃんでグッジョブを受けました。で、ももちゃんでグッジョブを起こせそうな狩人って言ったら、やっぱ1番さんかなって思って、1番さん狩人目で噛みました。で、今日は、9番さん、ももちゃんに投票お願いします。で、最悪同数になっても狩人はもう死んでるんで、勝てるんで、9番さんありがとうございました。ももちゃん投票お願いします。投票を始めてください。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。やっぱザクマさんか。はあ、まあなんかね、大変でしたね。じゃあこれ8と3だったってこと?めちゃめちゃライン切りに行ってたじゃん。マジか。はい、負けました。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜死んだのは6番。ゲーム終了。人狼の勝ちです。